岡山出身で神奈川在住の私久本が行ってきましたよ。横浜 FC 対ファジアーノ岡山の試合、どんどんパフパフ。日発三沢球技場はね、岡山サポーター結構いました。ファジアーノはイタリア語でキジー、岡山ブースがありました。うめえもん陽気あるんよ。横浜 FC は縁日やってましたよ。ちょっとね、雲行き怪しいの伝わりますか？はい、岡山のねグッズショップがありました。隣にカプセルトイがあって、もちろんやりましたよ。デューク選手でした。アウェイユニフォーム、なんと今回最前列の席だったんですよ。視界良好、ピッチね目の前なのが本当に、選手の表情ははっきり見えるし、ボールをね蹴る音まで聞こえるんですよ。もちろん応援もねよく見えるし聞こえる。前半はね本当に楽しかった。もらったアイスを食べながら優雅に観戦してたんですよ。楽しそうでしょのはずなんですが、途中からね雨が本降りになりまして、カッパ持ってきててよかった。2日前に天気予報を見た時は曇りだったんですよ。曇りだからチケット買ったのに、予報変わるとか辛すぎます。一気にねテンション下がってますよね。はい。ただね、選手が近くに来るとね雨を忘れて見入っちゃいました。本当にピッチ近い。試合は1対0で横浜 FC が勝ちました。横浜 FC は J2 で1位ですよ。すごいすごい、本当にすごい。また行きたいです。今度は晴れるといいなー。